第1試合、8人タッグマッチ、優勢エストレージャ、正気、バンベールジャック、バンベールネグロ VS、烈火、伊坂レオ、香取貴弘、ドラゴンリブレ。それではまず、ドラゴンリブレ選手、はい、コメントをお願いいたします。はい。フリーダムズ、旗揚げして以来初めてのビッグマッチの、オープニングマッチというか、第1試合を任せられたっていうのは、嬉しい気持ちもありますし、楽しいなっていう気持ちもあるんですけど、それと同時に責任感っていうのも、感じてます。ダムズジュニア対、マイウェイクっていう風なカードなんですけども、まあ僕はダムズジュニアの戦いに誇りを持ってますし、ダムズジュニアがすごいっていう風に思ってます。まあ、それはまあ、烈火さんも、伊坂も、香取も、そういうふうに思っていると思います。まあ、僕ら、まあ、僕以外所属はいないんですけども、まあ、他の人たちも、そういう誇り、ダムズジュニアがすごいっていうふうに思っていると思うので、まあ、それをマイウェイブにぶつけて、最後はダムズジュニアが勝利を挙げる。なおかつ、僕が勝って、この、初進出の横浜武道館大会を盛り上げていきたいというふうに思っております。わ、よく聞いて、試合中が全然何も関係ないです。所属ルールとかもうそれもどうでもいい。通常ルールがデスマッシュかハードコアとか全然関係ない。大事はここ心です。ここを燃やせ。この横浜武道館の大会、最高の大会になります。そうだ、リブレ先生、はい、一緒に盛り上げましょう。はい、盛り上げましょう。はい、よし。